皆さんこんにちは、レーシングドライバーの広川和樹です。今回の車の時間番外編、レーシングラグーン実況の第4回目やっていきたいと思います。それではセカンドナイトリベンジレースですね。昨日の事件、鈴木の誘拐騒動ですね。お、前座に指名されると。ということでね、いきなりナンバーワンのバトルの前にレースに出ることになった主人公は赤崎。まずは時間までね、ちょっと時間を潰していこうということで、いろいろ場所を巡って勝負していきたいと思います。いいですね、相変わらずポエム全開ですね。そのジャンプ
いや、難波さん、いい人。そうですね。本来であれば、ナンバー2ですからね。めっちゃいい人。ではでは早速いただいたパーツの性能ですね、チェックしてみましょう。これでね、非常にいいパーツだったら本当に本当にどんだけいい人なんだって感じですけどね。高回転型 ECU、 あまあそうね、余り物ですからね、あくまでも。ではではまたいろいろ回っていきましょう。はい、こちら赤レンガ倉庫ですね。赤レンガ？FMV21。ひでえ例えですね。があったんでしょうか。ということでね、ストーリー大して進んでないですけども、それなりに時間が経ちましたので、今回のパートはここで一旦区切っていきたいと思います。次回ですね、サクッと進めて沢木との勝負やっていければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いいたします。